こんにちは塾の久保です今回はあのもヤもヤのね i 個さんからメッセージが寄せられましたなんかねビジネスにちょっと騙されちゃったっていうかねビジネス取り組んだんだけどもちょっとうまくいかなかったなということで、えー、まあね思い出話ということで、えー、聞いてくださいまあこれがね どこかの会社とか誰かを詐欺扱いしてるっていう批判をしてるっていうんじゃなくてこういう経験があったんでええー、まあなんか騙されちゃったかなと思ったけどもこういうのがなくなったらいいなというね問題提起かなと思いますんでねえー、すごくねこう、まあ、切実と言いますかうんまあ今で今となってはあいい思い出だと思いますそれもね金銭的には痛かったですけどもねでこの,このビジネスグビグビビジネスというらしいんですけどもこのビジネスの解説をしますね これはグビグビビジネスってものは直接私は知りませんけどもグビグビビジネスに類するものはたくさんね私も存じておりましたあですのでビジネスモデルを聞いたらあ例えばねそこのグビ,グビビジネスに参加する前にこんなのがあるんですけどって言ったら誰が運営していてどういうふうな形なのかっていうことをもしかしたらお答えできたかもしれませんねで、えー、今回のグビグビビビジネスっていうのはまずはね2部に分かれていますそれはあ人をね えこう振り向いてもらうため、信用してもらうためのコンテンツ、そして実際に販売したいコンテンツ、この2つに分かれてるんですよ。で、もともとは実際に売りたいコンテンツというのがありました。これがですね、Twitter のフォロワーの増やし方とか、ワードプレスの使い方とか、動画の、まあ、アップロードの仕方とかね、それからあのワードプレスの作成の仕方、こういったものです。こういうふうなネットスキルというね、ものの教材、これを売りたいんですけども、今これはね、無料のものがいっぱい出ちゃって売れないんですよ。 売れないんでこの教材どうしようかなと思った時になんとか有料で売ろうかなと思った時にこれを本当はネットのスキルを売りたいんだけどもこれでやったら売れないからじゃあ頭にねまずは信用してもらうためにお金を配っちゃおうとでお金を配るその口実として例えばこういうのがあるんですよレシートを10万円分送ってもらったらその 10%1 万円をお支払いしますよっていうものがあるんですよね。 でこれに例えばねレシート10万円分送るじゃないですかそしたら1万円本当に振り込まれるんですよ次の日にこれ気前がいいなと思って信用しちゃうんですよねで今度レシートを振り込むあのまた送ろうかなと思って問い合わせるとすいませんけどこれ一定のねスキルが必要なんでちょっとこっちで少しだけ勉強してもらえませんかってことで教材が送られてくるんですよその教材代金が15万とか30万とかね50万とかなんですよねでもお金もらっちゃってるんで信用しちゃうんですよ でこの教材をこなしていけばああまたレシートの簡単なビジネスにたどり着けるのかなと思ってずっとたどり着けないっていうねで結局教材売ったんで消費者センターもちょっとねこれ教材あなたが買い取った形になってますからその儲かる系のなんとか我れはキャッチコピーですよみたいな感じでなかなかねうん、まあ、裁判にもならないという形で泣き寝入りする例が多いんですよ結局ねこれあの実際何をそこが、ね、約束してるのかってことをよく見極めないといけないのかなと思います。 であのもう一個ねスマホが苦手でもできますよとか人脈がなくてもできますよとかネットビジネス,スキンあの初心者でもできますよとかね パソコンがなくてもできますよって、こういうキャッチコピーあるんですけども、じゃあと思って参加したら、うん、スマホ苦手ですよね。じゃあ得意にならないとあなたできませんから勉強しましょうみたいになったり、パソコンがないけど始められます。でも続けていくんだったらパソコンはどっかで買ってくださいねってことになったり、結局何もないまんまのままじゃできませんよっていうふうなからくりが明かされるんですよ。でもこれ考えてみれば当然のことで、得意分野が何もない人にお金は集まらないんですよ。 でででも参加した時点で得意分野がなないのは、OK、なんですよこれだから嘘じゃないですよね。こういう風なトリックが隠されてますんで、うん、だからね、あの用心した方がいいかなということですよね。うん、だから本当に自分が誰にも価値を与えられてない。え、こんなことで本当にお金払っもらっちゃっていいんだろうかってものは、自分が思うくらいだから本当に良くないんですよ。試しに何かをして誰かにお金もらったとしたらね、それをね。 身身内内のののの方方に同じここととととやっってみて、ててみみそそががお金くくれれれるかってことを試してみたら、多分くれないい思思うんでで、すす。よ。ままあそれが本当の答えだと思いますで、えー、私振り返ってみたらねこれ似たようなビジネスを4年ぐらいやってましてそのネットリサーチャーってやつなんですけどもインターネットでリサーチを、ね、してもらってお願いしてそのアンケートを答えてもらったら1人に対してね2,000とか3,000を毎日振り込みますよって形のビジネスやっててこれね全国に6,000人の調査員さんがいらっしゃったんですよ。 で、まあ、毎月毎月2万から3万ぐらいをお支払いしている方が給料としてお支払いしている方が大体いい9割ぐらいいてね6000人のうちでトップの10%ぐらいの方があ10万前後多い時には20万って方が本当にね50人か六60人ぐらいいらっしゃったんですよでこれはまあ,あの契約がね私の元のけ広告主との契約が切れたんでこのビジネスは一昨年終わったんですけどもやっぱりね あのそんなに一発で数万円ってものを私も見つけられなかったですね。もう非合法な、例えば女性の方にね、あのこれメッセージなんでちょっと申し訳ないんですけども、あの、うん、何ですかね。あの 箱減るっていうんですかね風俗店に一日体験勤務してそのレポートをくれたら2万円払いますよみたいなのがあるんですよもちろんそこの体験入店したところのギャラはあなたが持っていっていいですよみたいなねこういう風にして風俗レポートを書くレポーターさんっていらっしゃってその,あの記事を集めるのにそういう外注をするこのはあの主婦のちょっと片手間の仕事としてこっそりやる方もいるんですよ あの店に30代40代の主婦の方がね風俗店に1日だけ体験勤務して日当8,000とか1万円もらってそしてその体験をレポートすると証拠の写真も撮ってでどこどこの店ですよってことで会社に送ると給料がもらえるみたいなあるわけなんですよ。まあ、こういうところでお話するのはちょっと恥ずかしいんですけどねまあそういうのもありますんで確かにねあの一発で2万3万とか5万10万ないことはないんですけどもかなりねあの人が嫌がるとかね 通常それ人に言えないものばかりなんで誰でもができるものっていうのはあ結局多くくの方が参加すするんんでで安くなっちゃうんですよね、まあ、そういうことがいろいろいろありまして私はうん一発目でもう答えを言った方がいいかなと私の発信はそういう風な感じですよね最初に結論を言ってであと5択並べるのあと。 キャッチコピーとかね、LINE 誘導とか、信用させるために何かね、復興をかけるみたいなまどろっこ仕事こせずに、まあこのまま私の自宅からね、<laughs> 本音でお送りして、えー、ゆっこさんはじめね、いや、ゆっこさんはじめ、多くの方との関係を作っていきたいなと思います。まあそれに対して私からも要求をすることがなくって感じですけども、ね。で、今回、あのー、ゆっこさんがね、動画せっかく作ってくれました。15分ぐらいの動画。これはね、まあ、あのー、公開すればいいんじゃないかと思いますよ。 うん、もちろんグビグビビジネスっていうタイトルは変えた方がいいと思いますよねグビグビビジネスで学んだことあっ、ま、タイトルいいですね学んだことなんでうんでよろしいんじゃないですかね、えー、もしかしたらこれ同じような体験された方が共感してくださるかもしれませんしこういうふうなね体験を語ることによってあの我々がね賢くなるんですよえー、そういうふうな信用のさせ方あるんだじゃあお金をパッと振り込んでもらったからって言って 信用しちゃいけないんだなと。それがすぐ信用には繋がらないんだなということなんですよ。結論として、即可塾のキーワード、これ覚えてますか信用の向こうに詐欺があるんですよ。だから信用するから引っかかるんですよ。うん、で、信用するんだったら、それは、丸ごと信用するんじゃなくて、リスクヘッジと一緒に信用してくださいっていうことなんですよね。まあ、こういうふうなあカリキュラムも即可塾の中にあったと思いますので <laughs>、えー、これからもお役に立てれば幸いでございます。それではですね、い k さん、ぜひ公開してみてください。 えー、ととてもいいい動画だと思います、えー、お,はお話もねあの分かりやすかったですしねすごい素晴らしかったと思いますよ。それではまた動画送ってください。